チャス水色です。今回もね、島紹介やっていきたいと思います。久々の和風ではなく洋風島にやってこれたんですけども、今回ね、海外の方の島でございます。みんな大好きお城家具をふんだんに使った、まあ、お城家具を使ったね、島紹介でいうともう本当に一番最初だと思う。今回は先駆けですね、ついに完成したということでね、公開されたので早速お願いして来させていただきました。今回はね、タイガーリーさん、エイリーさん、両方名前載ってるんですけどのワンダーランドという島にやってきました。マップこんな感じでございます。はい、じゃじゃーんと街並みが展開されてそうな、ちょっとカクッとしたね、地形が特徴的ですね。階段なんかも結構使われてるし、まあ、逆に言うと橋がないですね。住民1の動物10と。おーほーほー、左上のなんか独特な地形の場所気になりますね。早速ね、島紹介させていただきたいと思います。やっていきましょう。はい、飛行場入るといきなりこんな感じで、街並みがね広がってくるわけなんですけど、この方の島はグレーじゃなくてなんかベージュと、まあ、オレンジのこのクリーム色のね、お城壁を、まあ、基調とした島って感じですかね。前デザインもね、しっかりと貼ってあって、まあ、今の時期ならではの枯れ落ち葉がね、まあ、まとまってるとか散っているというね、感じの前デザインも貼られております。うわー、もういきなり来たね。まさにって感じのクリエイトでございますが、先に登っていきます。この生垣のさ、中に小窓入ってんのも可愛いですよね。さあ、そしてちょっと細道を、まあ、右側から行こうかな。じゃあ今日はもういきなりズンズン行ってるんですけど、うわー、もうなんかパーゴラのさ、花の色とか緑の自然感がすごい、ほんわかとした洋の景色をね、醸し出してくれてますね。ここは裏道でしたね。いきなり裏道来ちゃいました。ここは行ってもいいのかな。なんかこの西部な街並みとパーゴラだけでもちょっとしたなんか建物に見えますよね。さあ、ロードが追いついておりません。こういうことなのか。そしてこの左奥が案内所と、もうなんかさしずめ街の中を歩いてるような、今までのあつ森では見ることのできなかった景色をいきなり体験してしまっている。ちょっとぐるぐる回っていきなりこう飛行場に戻ってくるっていう、なんかあたふたした回り方をしてしまったんですけど、じゃあこっち行こうか。うわー、めっちゃいい。和風の柵とさ、このお城の壁、違う、中世な街並み、意外と合うっすねこれ。いいじゃん。屋根の色がね似てるのでね、合うのかも。さあ、そして庭っぽいところにやってきました。すごいグリーンを感じる植物って感じ、自然な道並みですね。で、奥行き止まりだったので戻ってくると、ここはハットですかね、帽子屋さん。結構砂浜とキツキツに作られてる入り口なんですけど、この辺から切るといい感じに見えるのでは。アイブルシスターズの前の、まあ、路面店って感じなんですかね。ほう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 。ああ、こういうのもいいね、かわいいね。この壁の終わり目を飾り柱で切るっていう、そして奥ちょっとでかい景観が広がってくるんじゃないのみたいな建物。いや、建物がさ、もう馴染みすぎてて熱盛じゃないみたいですよねこれ。今までの熱盛じゃやっぱりタイルとかでしかね作れなかった壁とかが家具としてね作られてしまってるので、もう本物みたいだよね。わ、しかもこれめっちゃいい。海外のこう通りにさ面してテラスみたいな感じであるお店あるじゃないですか、カフェとか。めっちゃおしゃれ、ソファーとか。うわー、ここ全部通りですね。通りに面してる感じの、ヒュッて上げないとちょっと見えないんですけど、めっちゃいいなこれ。こういうのとかね、この方一軒一軒というか、その場所によってね、家具の使い方とか組み合わせがちょっと違うっていうのも特徴的ですよね。ここは茶色ベースですね。テントなんかも使われてんのすごい意外じゃない。さあ、こっち裏道また来まして、登っていくとガゼボですね。ちょっと神聖なエリア的な。うわ、この左右のさパーゴラめっちゃ良くない？こういう景観、こういう画像の切り方っていいよね。ちょっとどいててもらおうかな。うわ、めっちゃええやん。うわ、本当に熱盛じゃないみたいだねこれ。
ちょっと裏とかもさ、もうどこまでが道でどこまでが建物かもちょっと分かんなくなってきてる。さあこっちは、いやマジ自由に回ってるけど大丈夫これ。あ、さっきの広場から右行くと登っていけますよという感じなんですね。ほいほいほい。でこっちの奥も行けんのかな。俺さっきどうやって来たんやこれめちゃくちゃね自由に回ってる。これ道なき道を行く感じね。あー、そしてこの前デザインめっちゃ可愛いんですよね。このタイル、土と芝生のタイルみたいな、これめっちゃいいですね。はいはいはい。でまたこの、あー、なんか本当にこういう壁紙のある街って感じじゃない。本当にルパンとかに出てきそうなさ、フランスとかなんかその辺ので、こういう裏道ってさ、何もないところでちょっと行き止まりだったりするんですよね。いやー、なんか本当に観光してるみたいだね。さ、そして洞窟が見えてきましたが、これまた左はちょっとせせこましい道にやってきましたよ。うわ、マジですごいなこれ。なんじゃ、あの迷路みたいになってるからもうどんどん進んじゃうよね。そしてなんだここは、なんでしょうこれは、家の前の庭的な。この奥は多分建物なんだよね。なんかお姫様でも演説しそうじゃない。ここで広場がちょっとさあるから、民衆が集ってね、選挙じゃないけどなんかよくわかんないけどあるじゃんそういうの。そしてまた行き止まりです。 いいねこれ行き止まり。すごいぞ。ちょっと入り組みが半端ない。さあこっちの自然な道も行ってないんですけども、右側は砂浜ですね。さあこの奥行きましょうか。うわあ、ここは奥に建物があると見た。なるほど、迷路の末行くと建物があるみたいな、ちょっとこう正解はどこだみたいな、この建物はどこだみたいなね、ちょっとワクワクするね。この先にはどんな建物があるのかといった感じの作り込みですね。さあようやっと帰ってきました。この元の場所ですね。こっち左行くと案内所がありますよみたいな、さっき感じになったとこなんですけど、出れるかな。出ました。はい、ここからね左見ていきたいと思います。ところどころ松も入ってるね。わ、ここめっちゃ好きだわ。ちょっと左右両端あれだね、対称だねここね。いや、めっちゃすごいこれ。え、あんな高さまで作れんの、やばない。奥めっちゃ奥行き感じる。なんかめっちゃでかくないこれ。え、すごい重厚感あるんだけど、なにこれ。庭もめっちゃ可愛いし、いや、えぐいぞこれ。うーわ、奥めっちゃ気になる。どういうこれ重ねなんだろうね。もうあれだよね、表のことを最優先してる島みたいな感じになってますよね。裏通りはどっちかというともうあの表のための犠牲ですよねこれは。でここちょっと見えない裏道があって、その奥進めるんですけど、これまたちょっとワクワクするじゃないですか。おー、また建物が来るのかこれ。パーゴラと中世な街並みをこの人に使わせたら、もう行く通りもの建物が出来上がるっていうことでよろしいですかこれは。しかも全然あれじゃない、似たような感じなくない、ほとんどね違う感じで作られてませんかこの方。よくこんなアイディア湧くよね。そしてこの案内所のね横もめっちゃなんか国が違うんですよ。日本じゃないんですよ絶対これ。見てこの左右の見える家具の雰囲気、もうこれだけでちょっと海外って感じしません？何言ってるか分かんないとか言われないよね。そして案内所の裏、うわめっちゃ可愛いこれ。小スペース、めっちゃうまいな使い方。埴輪もいるし可愛い。ここあれや、案内所だ。違う、案内所は間違いない、博物館やここ。オーマイガー、いやめっちゃ可愛いんだけどこれ。タイルの花壇、そしてこのマイデザインのね芝生と、なんて言うんだっけこのスペードのさ羅列、なんて言うんでしょうこれ、幾何学模様みたいな感じね、チェック模様だ。これめっちゃいいわ。ほんでまだ左も右も行けるんですよね多分。さあここをまた手前の景観にちょっと犠牲になりつつも建物が奥にはできていると。壁がさうまい
の道の側面とかに作られてるもう壁が飽きさせてこないっていう、同じような光景やなってならないっていうのがすごくない？そしてまた奥進むと、お、今度はちょっとこれ登れるんじゃね？洞窟ありきでヨットとかあるね、ここね。ちょっと上から見れちゃうんじゃないですか？ここや。こっから見れる。うわ、すごい。わお。すごい。なんか建物の前、川が一本流れてるみたいな作り方ですね、これ。オーマイガー。これやばいわ。そしてなんか、ちゃっかりこっち来ちゃったんですけど、これ、ちゃっかりこっち来たの、どういう行き方したらここに出てないやろ。え、なんか、で、列車とかあるんだけど、ちょっと待って。全然違うとこ来ちゃった。ここどこ？え、ちょっとすごい迷子なんだけど、もう初めて迷子になるかもしれない。待って待って。ここどうやって見るん？ちょ、待って。うわぁ、ここあれだわ。お店、高級ブティックみたいななんか見せ方してる商品。なんだこれ。あ、ここさっき行き止まり屋みたいな言ったとこですよね、ここ。はい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 。え？どうなってるんこれ。なんかね、めっちゃ頑張ってぐるぐる回ったんだけど、なんか正解という正解はなさそうで、もうはしごをね、授かってるから、自分で来てね、みたいな。そういう感じの道のりでしたね。じゃ、もう一回ちょっと落ち着いてゆっくり見ようか。まずこのピーチタルト、これ絶対美味しいです。これ、キルフェオンとかにありそうな感じ。めちゃくちゃうまそう、これ。今回の新レシピですよね、お料理の。めっちゃ似合ってる街に。そしてこのちょっと、なんだろう、簡易鉄道みたいなね。短い線路ですけど、なんかあれだろうね、飾りなんだろうね、オブジェとして作られた、まあ、場所という感じで、この奥ですね、進んでいくとまた新しい建物が見えてくるんです。これがね、でも右からもしかしたら来れたのかな。あ、なるほどなるほど、こっから来れたんや。俺もう行けないと思った、左で。この奥行くとちょっとまたお庭出てきますよ、これ。うーわ、なんかさ、このなんだろうな、このはしごもあるし、はしごなんかな、あるあるをうまーく表現する。なんかやっぱ現地とかそっち系の方なのかなっていう、まあ、自分どこ住みかまではちょっとね、伺ってないのあれなんですけど、やっぱりこういう裏路地とかがさ、あって、本当に狭いスペース、日本ではちょっとないだろうなっていう、まあ、よくわかんないスペースがあったりするじゃないですか。これ映画見たりする人は多分ね、共感してくれると思うんだけど、そう、そういうところが本当にうまく表現されてる。だからこの裏のよくわかんないスペースで恋人とちょっと話してますみたいなシーンがね、あったりするわけですよ。そしてこうなんかよくわかんないうちにね、こっち来れちゃうと。で、こうさっきあの丘から見たお家なんですね。はい。お家の中は確か出来上がってないとか言ってたのでスルーしますが、こんな感じで左も来れちゃうと。左上も行けますね。すげえ自由に回ってるよ、今回。なんか、大丈夫俺。さ、多分ね、この上にまた行けるんですよね。まあ、ほぼほぼ最北端って感じなんやけど、行ってみましょうか。なんか左まだあるんだけど、すごいな、ちょっと。すごい、ちょっと。常人には理解できないようなエリアが。なんでしょうね、これね。登ってみるといいのかな。まあ、お城に囲まれてますよ、みたいな感じなのかな。すごい、島根トリコが。島とねりこか。島とねりこが。あら、まあ、まだこっちもあんの？すごいな、ちょっと。え、何これ？ここ手前から見たらもう行き止まり感やばかったからもうないかなと思ったけど、まさかの奥来ると、うわ、めっちゃん綺麗。うーわ。ちょ、俺どきますね。うわ、なんかすごい神秘的だね、ここ。ここや、俺が気になってた場所。やっぱ地形に出るね、ハエエリアは。うわ、これめっちゃいいじゃん、ちょっと。はい、ということでですね、今回はエリーさんのワンダーランド島にやってきました。ワンダーランドアイランド、ワンダーランドアイランド、ワンダーランドだ、ワンダーランドっていいんだ。まあ感じにやってきたんですけど、いかがでしょうか。
お城家具を使った島で言うと、まあ、本邦初公開、自分のチャンネルで言うと、まあ、ほぼ初公開という感じになってるんですけど、おそらくね、まあ、インスタグラマーとか、まあ、ツイッターとか含め自分が今紹介したいなと思っている方の中では初の夢番地公開だったんじゃないかなと思います。このお城町のね、家具の町並み町のクリエイトをされている方では。だからそうだよね、これから島の雰囲気としてね、こういうのを作りたいよって人にはすごく参考になる、島の、まあ、内容というか紹介だったんじゃないかなと思います。ちょっとね、独自性というか感じるものがありません？なんか、はい、ぜひね、自分でも着てみてください。今回ね、本当にソーリーなんですけど、めちゃくちゃ自由に回ったプラスマジ迷子になってたので、もう来ればわかると思う。方向音痴ない俺が結構迷ったので、方向音痴の人が来たらガチで迷うと思う。それぐらいマップなしだと動けない島でした。マジでね、作り込みがすごすぎる。そしてぜひね、最後見た神秘的な庭もね、ぜひ見に行ってみてください。それではね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。みずきでした。バイビー。